クレイジー・セーラー・ホワイトは、カナダのプロレスラー。ニューファンドランド・ラブラドール州セント・ジョンズ出身のアイルランド系カナダ人。そのリングネーム通り、船乗り上がりの荒くれ狂乱ファイターとして、カナダ大西洋岸やモントリオール地区を主戦場に活躍。日本では、国際プロレスにたびたび参戦した。 セント・ジョンズの貧民街で育ち、10代の頃に違法行為を犯して投獄されたこともある。成人してからは、ニューファンドランド島で船員として働いていたが、持ち前の腕っぷしの強さと、喧嘩っ早さを活かすべく、1972年に、オンタリオ地区で、プロレスラーとしてデビュー。以降、船乗りという自身のバックボーンをそのままギミックに取り入れ、セーラー帽を被り、 全身にタトゥーを施した巨漢ヒール、セーラーホワイトとなって、カナダ各地を転戦する。バンクーバーでは、ジンキニスキー、モントリオールでは、マッドドッグバションに支持し、1974年3月には、バションの肝入りで、国際プロレスのチャレンジシリーズに初来日。同シリーズには全日本プロレスのジャイアントババが、 友情参戦しており、そのユニークなキャラクターと、度胸満点のラフファイトを馬場に買われ、4月開幕の、全日本、第2回チャンピオンカーニバルにも、継続参戦した。しかし、酒と博打で滞在中にギャラをすべて失ってしまった。ため、5月に開幕した国際の、ダイナマイトシリーズにも引き続き参戦、ラッシャー木村と、 日本初の金網チェーンでスマッチを行っている。結果として、二団体を股にかけた3シリーズ連続出場という、チーム記録を残すことになった。一行も、国際プロレスには1976年と1978年の、新春パイオニアシリーズに参戦しており、1976年1月24日に、腰ヶ谷、 1978年1月19日に、ミッにて、木村の岩は世界ヘビー級王座に挑戦。ミッ市民体育館では、金網デスマッチで、大流決戦を演じた。また、来日するたびに、ウエートが増量し、最後の来日では 150kg 級の巨体になっていた。1979年には、ビッグ・ジョン・ストロンボーの、リングネームで、南アフリカに遠征。 ジャン・ウィルキンスが保持していた、有世界スーパーヘビー級王座に挑戦した。1980年末より、WWF に登場。野獣系ギミックのムーンドッグキングに変身して、ムーンドッグレックスとのタッグチームザ・ムーンドッグスを結成する。キャプテンル・アルバーノをマネージャーに迎え、1981年3月17日に、ペンシルベニア州アレンタウンで、 トニー・ガレア・アンドリック・マーテルから WWF タッグ王座を奪取。ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでは、ペドロ・モラレスや、ミルマス・カラスとのシングルマッチも行われた。しかし、一時カナダへ戻った際、過去の犯罪歴が、当局に発覚して、アメリカに再入国できなくなり、そのまま WWF 離脱を余儀なくされた。5月13日には、メイン州。 番号において、ボブバックランドの WWF ヘビー級王座に挑戦する予定だったが、レックスが代役を務めている。その後は、ジノブリットらが主催していた、モントリオールのインターナショナルレッスリングを、主戦場に、1982年にディノブラボーを破り、カナディアンインターナショナルヘビー級王座を獲得。 同地区には1980年代中盤まで定着して、ネイルグアイ、ミシェル・デュボア、ザリノ・フル・ブーフ、アブドー・ラ・ザ・ブッチャー、マスク・ド・スーパースター、キング・トンガ、ワイルド、サモアンズなどのヒールズへと共闘し、ブラボー、リック・マーテル、ビル・ロビンソン、ジョール・ダック、パット・パターソン、レイモン・ドル・ジョー、ジャック・ル・ジョー、トニー・パリシ、マイティ、イゴール、トム・ジンクラと対戦。 1985年2月11日にはマーテルが保持していたアワー世界ヘビー級王座に挑戦した。同年9月23日にはインターナショナルレスリングと WWF との合同工業においてティト・サンタナのインターコンチンネンタルヘビー級王座にも挑戦している。しかし、私生活ではドラッグとアルコールを乱用して セミリタイヤを余儀なくされる。売春圧線やドラッグ絡みの殺傷予告事件を起こし逮捕もされたが、1990年にモントリオールの厚生施設でドラッグ中毒を克服、神聖キリスト教徒となって社会復帰を果たした。同年10月22日には、WWF のオタワでのハウスショーでデイビー・ボイ・スミスと対戦。 その後も1990年代は、カナダのインディー団体へのスポット参戦を続けた。2000年4月には、議会は、ムーンドッグを必要としているをスローガンに、カナダ会員に立候補。2004年7月にも、カナダの緑の塔から再出馬している。2004年12月2日、乗っていたタクシーが、交通事故を起こして、首の骨を折る重傷を負い、 長期間にわたって入院生活を続けていたが、2005年8月26日に入院先の病院で死去。56歳没。酒によってはストリートファイトに明け暮れ、生前に仲の良かったマイティの上によると、ビル・ロビンソンに喧嘩を売って簡単にノックアウトしたこともあったという。ありがとうございます。